レカ、お腹空いたよ。なんかご飯作って、レカ。嫌です。あ、これ、あ、これ違います。ああ。YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。京一郎です。本日は、もう夜も更けまして、今はですね、夜の22時42分です。完全に激おこぷんぷん丸。何ですか？私やっぱりその、麗華とお付き合いしてから、はい、キッチンに立つ回数が極端に減ったんです。やっぱりそれは麗華が美味しいご飯を作ってくれるから。わー、実家にいた頃はね、自分のお腹空いたなって言って、はい、いろいろ工夫したもんですよ。はい、で今までね、うん、やっぱデブ飯なんてものいっぱい紹介したんですけど、そうっすね、今回紹介するデブ飯は、きょうちゃんの五十嵐のデブ飯、鮭あんかけチャーハン。はいはい、というわけで、今回使用するのは、まずはこのウェイパー、鮭ほぐし、鮭フレークってこう100円で売ってるやつがあったんで、それをうちはよく2個ぐらい買ってたんですけど、とまあバター3分の1カットバターを使います。で、あとほんとは片栗粉を使ってとろみをつけていきたいんですけど、ないのでもう とろみちゃんっていうのがよくわかんないのを使います。で、ご飯は、皆さんがよくあるでしょうと思われるこの砂糖のご飯。はい、じゃあ早速作っていきますよ。まずこちらを温めます。あ、電子レンジでチンですね。そうです。砂糖のご飯です。待ってる間、ただ待ってます。ご飯がないと何もできないから。うんうん、そうそうそう。あ、大変だ、卵忘れてた。これには卵が必要か。ホワイトエッグ。はい、この砂糖のご飯を容器に移していきます。はい。チャーハンを作るとき、パラパラにしたいですよね。はい、したいです。当時の私はですね、どうやったらパラパラできるか考えました。卵かけご飯を作ります。普通に料理してる人だったら、もうこの小技は結構有名な小技だと思うんですけど、卵が混ざることによってチャーハンがパラパラになるよという、まあ、ちょっとした裏技ですな。強火で、強火で、もう油とか、あ、バター、バターいっちゃうから。そうね、これでここに入れていきます。はい、卵かけご飯の入れていきます。今あと炒めますね。もうバターの香りいい香りするでしょ。塩コショウしないんですか。まだまだ、早いでもパラパラにしていかなきゃいけない。よくさ、チャーハンとかってさ、あ、お米がたいなって思ったらなんか作るイメージある。最初はね、硬かったお米たちが、米がたいなって思う。あの子たちもね、だん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 柔らかくパラパラになってきますから、もうだいぶ、もう硬いですから。重い感じ、重い感じで、はい、次時間との勝負ですか。もう急いで、今これやばいです。あ、なるほど。あ、醤油ね。そう、ここで醤油。はい、醤油。あ、もう仕上げに入るよ。チャーハン盛り付けるってこと。そうですね。だって味付け鮭の塩分と醤油十分ですから。あ、そっか、あんかけありますもんね。あ、なるほど。静かにしてるよ。あ、もうさよなら。あ、もうさよなら。今なんか言ったの。ブスって言った。違う違う、これブスって言ったの。これです。そっか、これの効果音が入っちゃって。静かにしてるよ。あ、そうだよね。俺がレイカに言うわけないでしょ。静かにしてるよ。あ、危うくレイカ北海道帰るところだよ。俺レイカにそんなひどいこと言ったことないでしょ。1回ぐらい。はい、これは何をやってるかというと、カパン。そう、誰でも簡単に。いや、映すの、映すの。次は、あんかけを作りますよ。お湯をかさったら、ここでまたふんだんに鮭を入れます。鮭まだ入れるの。まだまだ、これでもかってくれ。入れますね。入れます、入れます。で、こちら、まあ、完成で。ドロドロがね。バター入れんの。うせな。もうバターして。あ、
ちゃじゃあーし、うわやば。はい、というわけで完成でございます。見てください。うん、ないですか。だってどうぞ。鮭フレークと卵しか使ってないからね。絶対うまいじゃん。うん、うまうまい。うん、しょっぱいな。いや、うまいよ。めっちゃしょっぱいの。チャレだっけ。あれだ、ウェイパーの塊だわ。これは美味しい。うまいしょ。うん、見しまったな、俺の秘蔵。誰でも簡単に作れちゃう。うん、フレークによっても変わるんだよね。すごい濃いフレークとかもあるから、うん、俺が使ってたその安い100円フレークはほとんど味がなかったから、入れすぎかなと思ったけど、全然そんなことないでしょ。結構風味効いててよくない、うん、あんかけにバター入れるのありだね。ごま油かなと思ったけど、いやいや、もうそんな脳ないですか。こっちはバターしか知らないですから。油はバターなんだね。うん、うまいな。うめだろ。はい、というわけで以上、きょうちゃんがこじらせてた時代に作っていたあんかけ鮭チャーハン、いかがだったでしょうか。美味しかった。真似してみたいなとか思った方もいらっしゃるんじゃないですか。はい、ぜひやってみてください。今回使用したこの片栗粉をなんかとろけるくんみたいなやつなんですけど、まあ、実際の片栗粉でも同じようにね、ちょっと水に溶かして、うん、なんとなく 味付けいけるんで、うちにウェイパーなんかないよっていう方はですね、まあ、塩コショウ等で味を整えればいいんですけど、やっぱウェイパーを入れることによって手軽にそれっぽさを演出できるんで、俺はおすすめ。ちなみに北海道に住んでる方がいらっしゃいましたら、北海道のまるちゃんの焼きそば弁当に入ってる中華スープの素、あれをかけるとそれっぽい味になります。まあ、その北海道以外の方でしたら、なんとなく中華っぽい味にしたいのであれば、お茶漬けの素、まあ鮭でいいですね。まあブルドックソースをちょっと垂らしてチュチュッと混ぜると、それっぽい中華ソースになります。それでは皆さん、ありがとうございます。さようなら。